私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。平野紫耀がダブルブッキング？キング&プリンスへのライブ当日に生放送に出演する異例のスケジュール。この強引なスケジュールには主演俳優をなんとか感謝祭りに出演させたいという思惑だけでなく TBS 側の焦りもあるのではと芸能ライターは指摘する。クロサギがリメイクされるという話は昨年10月の時点でフミハルオンラインが報じてましたが、この記事への反応が TBS の想定以上に悪かった。クロサギは山下智久にとってプライム帯の連続ドラマ単独初主演作であり、主題歌でソロデビューも飾るなど彼のキャリアにおいて避けては通れぬ記念碑的作品。しかもここで共演した山崎努からは俳優として多くのことを学び、師弟愛を築きましたしね。TBS は次世代のジャニーズスターが引き継ぐのだから、賛否あっても歓迎の声の方が多いと踏んでいたようです。さらに NHK からの思わぬ横やりが入った。山下は今年4月、クロサギと同じ原作者の正直不動産で主演を務め、久々に地上波で演技を見せただけでなく作品も大好評を得た。想定以上の大反響に、最終回後に正直不動産感謝祭りが放送されたほどで、 NHK はすぐに続編制作のために山下や主要キャストのスケジュールを抑えに行ったようです。しかも一時休業していた山崎努の3年ぶりの復帰作も正直不動産ということで、改めてクロサギから続く師弟愛もクローズアップ。おかげでクロサギはやっぱり山 P という意識が強まってしまった。これには TBS だけでなくジャニーズ事務所も焦りを感じているのではどう。18時30分から5時間半の生放送で届けられる感謝祭りに10月期の TBS ドラマの出演者が参加することが発表され、日曜劇場アトムのわらべ子から山賢人、火曜ドラマ君の花になるから本田翼、そして金曜ドラマクロサギから平野が出演することが分かった。しかしこれにファンから驚きの声が上がった。キング&プリンスを現在全国アリーナツアーの新ただ中で、10月1日と2日は球場席水ハイムスーパーアリーナで昼夜に公演が控えている。10月1日も17時30分開演の公演が予定されているのだ。そのためファンからは、球場をのにどうやって感謝祭り出んの？疑問符？収録？疑問符？当日球場でライブの紫輝くん、どうやって感謝祭り出んの www とまさかのダブルブッキングに当惑する声が上がったほか、中継ぎならまだわかるけど会場行くの？疑問符？どちらにせよハードでは？疑問符？主演だからかな？生放送で見れるの嬉しいけど体調だけが心配、もしかして球場から中継ぎで参加したりするの？そこまで無理しなくていい、とこの異例のスケジュールに懸念の声も広がっている。平野が主演するドラマクロサギの公式ツイッターアカウントは、当日リブの平野紫耀さん、どうやって出演するのかお楽しみに、と告知していますが、一方で感謝祭りの公式ツイッターアカウントは、演出スタッフが中心となって企画考案中です、としており、具体的なプランが固まっていない様子。俳優陣恒例のアーチェリー対決などは平野だけ事前収録し、一部は球場からの生中継ぎという形を取るのが無難だろうとは思いますが、さらに NHK からの思わぬ横やりが入った。山下は今年4月、クロサギと同じ原作者の正直不動産で主演を務め、久々に地上波で演技を見せただけでなく作品も大好評を得た。想定以上の大反響に、最終回後に正直不動産感謝祭りが放送されたほどで、 NHK はすぐに続編制作のために山下や主要キャストのスケジュールを抑えに行ったようです。しかも一時休業していた山崎努の3年ぶりの復帰作も正直不動産ということで、改めてクロサギから続く師弟愛もクローズアップ。
おかげで、クロサギはやっぱりヤマピーという意識が強まってしまった。これには TBS だけでなく、ジャニーズ事務所も焦りを感じているのでは、どう？ヒロイン問題も NHK 発だ。ヒロインは、今回朝ドラチム、どんどんの黒島ケツナが務めるが、当初 TBS としては朝ドラ後の連ドラ1作目をゲットできたことで万全という思いだったようです。しかし蓋を開けてみれば、ちむどんどんは朝ドラ史に残る酷評祭りとなっており、黒島演じるヒロインもすっかり嫌われ、黒島自身にまでアンチが生まれてしまっている状況。しかも、クロサギでの役柄は、自分の信じているものをすごく大事にしている、芯の強い子、自分の中で違うと思ったことは、ちゃんと違うと言える、ということで、下手をすれば、ちむどんどんで演じている信子を想起させるようなキャラになりかねない、どう？こうした背景から、TBS は平野の番宣を強化し、とにかくドラマを盛り上げたいようです。黒島とのセット出演での番宣はなるべく避け、バーターで出演するジャニタレとの絡みを前面に押し出すのでは、どう、という。ジャニーズ事務所に在籍していた時代は、山下の名前を尊敬する先輩としてよく挙げていた平野だけに、憧れの先輩の代表作を引き継ぐというだけでもプレッシャーを感じているだろうが、TBS や事務所からも成功させてほしいという無言の圧力を受けているのかもしれない。10月1日に放送される TBS 系大型特番、オールスター感謝祭り22秋にキング&プリンス平野紫耀の出演が決まり、ファンの中で動揺が広がっている。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。